実況のパート20を始めていきたいと思います。いやもうかれこれ、パート20ということでね、いやもうねあっという間でしたね。なんかサイコブレイク1と比べて、サイコブレイク1と違ってそのチャプターが唐突に区切れるんで、そのチャプターのボリュームもまちまちというか結構、サイコブレイク1と比べてね断然浅くて、サイコブレイク1だとチャプター1つで動画1時間でも収まらないぐらいのボリュームがあったんですけど、サイコブレイク2はね結構それに比べると結構薄っぺらいチャプター1つがなんで、サイコブレイク1だとね、そう 前後編に分けてたものがサイコブレイク2だと前後編に分ける必要もないんで、なんでガンガンパート数だけが跳ね上がるというか伸びていきましたね。一応本編の実況は全部今まで終わったんですけど、ただの写真じゃない、せっかく今年の10月に出たばっかのゲームで、そのね、そんなあっさり実況を置いてしまうのももったいないかなということで、可能な限りなんか面白い要素とかなんか攻略要素とか見つけられたらいいんじゃないかなということで、ということでとりあえずサイドミッション攻略を目的として今は、やってきておりますというわけですね。なんかある程度メインストーリーも進めていかないとなんか新しいサイドミッションとかも出てこないっぽいんで、なんでね同時並行でとりあえず、メインストーリーとサブメインミッションとサブミッションを同時並行でとりあえずはやっていきたいと思っております。間に合った。ちなみに今のノーマー映画泥棒ちゃんがその登場するシーンは実は今のとこがもう最後の登場シーンで、で次ってかこれからもうすぐステファノ君との直接対決ボス戦入っちゃうんで、そのあの強烈なビジュアルと存在感のあるノーマー映画泥棒ちゃんが出てくるシーンは実は今のが最後だったんですよね。まさかのたった2、3回しか登場場面がないっていうある意味ちょっともったいないですよね。作品を壊すことは本当に聞いたらしいな。だがまだ終わってない。あともう一つ。この木みたいなやつは何なんですかね。なんかめっちゃエネルギーみたいなの放ってますけど。街中の雑魚敵という雑魚敵は全部駆除したんで、もはや何の敵もいないっていう、もうカステラ刑事以外誰もいないっていうね、もう僕だけがいない街じゃなくてもう僕しかいない街状態になってますよね。もはやホラーゲームではないっていうか、あれ逆にある意味ホラーゲームなのか、そういう状態になってますよね。
オブスキラって何なんですかね。初めて聞きましたね。加炭性ってなんだ、加炭性って。なんか急にこいつが出てきた今日。おお、消えて消えた。え、なになに、こいつ何なんか重薬、弾薬くれたけど、弾薬をくれるためだけのなんかキャラクター。うるせえうるせえ。アドレナリンブーストからのヘッドショットというか、まあヘッドショットというか、なんていうか至近距離からのシューティングというか、チートすぎますね。このアドレナリンブーストがあると初心者でも余裕でクリアできますよこれ。こう難易度がだだ下がりというか、これ僕が気になってんのはこれ難易度で、確か最高難易度でクラシックモードっていうやつが、クラシックっていうのが確か一番上の難易度なんですけど、そのクラシックモードでもそのアドレナリンブーストっていうスキル使えるのかな。もし仮に使えるんだったとしたら、たとえクラシックモードだったとしても絶対簡単になりますよい、自然回復早っ。二つとも破壊できた。劇場に戻って中へ入れるか。なんかせっかく強くてニューゲームができるんだったら、なんか1周目と2周目でなんか違うなんか演出とかなんかストーリーとかあったら面白いと思うんですけどね。同じなんですかね、1周目も2周目も。どうなんだろう。はい、ということで、はい、ということでチャプター8ですね。もうガンガンストーリーは進めていきたいと思います。
違うものに作り変えられると思っている。彼らがここに作り出したもの、それは素晴らしい。だが彼らは無駄にした。彼らには創作力のかけらもなく、芸術家でもない。彼らは僕を支配して操ろうとし、君は僕を止めようとしている。だが君は正直、コアの力がある限り僕は永遠に芸術を生み出せるのだから。彼女は君に渡さない。君は彼女の力で何もできない。物分かりの悪い人に彼女は使いこなせない。笑って待ってろ、クソ野郎。この巨大生物は何？どこに行きやがった。さあ早く、君を待っている。次の作品は素晴らしいものになる。完全なる力の吸収、彼女の意志の支配、まさに芸術そのものになるだろう。だが観客のいない芸術には意味がない。作品を完成させるには君が必要だ。思い通りに行くと思うな。さあ来い。君に何ができるか見せてくれ。今来なかったで一瞬。これ右手にカメラ、左手にナイフっていうなんかすごい独特な装備というか、なんというか。こう時間を止める相手に対してこちら側も時間を止める攻撃をするっていうね。こっちの時間を止める攻撃のが強いようだな、どうやら。時間を止める能力 VS 時間を止める能力になってますね。右目かっけえ。右目かっけえ。音がえぐいな、ヘッドショットの。
走るどころか時間を止める。なんかアドレナリンブーストの効果時間は、やべえ、なんか捕まっちった。え、なに、即死攻撃持ちではないのか。あぶねえ、あぶねえ。なんか謎のこの自動回復スキルさえあれば余裕なんだよ。あ、消えた。アドレナリンブーストの効果時間ってなんかスタミナゲージと一緒っぽいんですよね。キャラとしてはなかなかいいキャラしてると思うんですよね、このステファノ君。いてえ。いや、この自動回復スキル本当素晴らしすぎるな。ナイフが飛んできた。さあどこにいる。あれ、あ、いたいた。やばい、捕まった。やばいやばい、地味に捕まってるぞ。ずっと隠れてるつもりか。僕のために血を流せ。僕のために血を流せ。どこいんだろうな。いたいた。いけー、なんか食らっちったよ。あ、終わった。なんかドラクエのモンスターでこんなやついた気がする。で、こっからステファノ君が終わって、今度あれですね、フェオダー・ルーズベルト 大統領編というかが出てくるステージに変わるんですよね。まあ、ここも多分しばらくは多分サイドミッション出てこないでしょうね、きっと。なんだこれは。鏡はどこだ。とりあえず弾を大量に作っておこう。
これでアサルトライフルも最大強化して最強のアサルトライフルになりましたね。現実世界で見たものと似ている。ようこそ探求者。答えを求める者よ、私が助けとなりましょう。誰だ。このセオザル・ルーズベルト大統領が出てきてからなんかガラッとステージが変わるんですよね。見た目というか雰囲気というか。ひどいな。拷問器具だ。中世のものか。今作雑魚敵が非常に強くて、まあ序盤とか特にすごい苦戦するんですけど、でもその分結構救済措置とかも結構救済措置が結構いっぱいあって、そのスキルを強化すればかなり生存確率が上がるというかっていう感じですよね。で、強くてニューゲームだとステータス強化も引き継げるんで、まあ、まず死ぬことはないですよね基本的に。
何でもするからと出して出して出してのコンボは反則でしたね。うえYou couldn't save the?ショットガン強い。一瞬で終わった。私に逆らい邪魔な存在になった。彼は排除してくれた。その褒美を与えましょう。ステファノを知っているのか。
でもサイコブレイク1は結構謎解きもあったんですけど、サイコブレイク2はほとんどないですよね、謎解き。トラップもないし、なんか本当サイコブレイク1とサイコブレイク2かなりね別ゲーみたいなね感じになってますよね。サイコブレイク2の最後のラストのシーンで、そのキットマンちゃんが、その、まあ、キットマンちゃんがというか、そのステムを完全終了させたかと思いきや、その最後のエンディングの後で、そのなんかパソコンに、なんか赤い文字で、なんかの文字が浮かび上がってて、あのシーンだけ差し込むっていうことは、明らかにステムはまだ実は生きてました的なね意味合いがありそうですよね。なんか匂わせてますよね、そういうなんか展開というか。まああれは追加コンテンツで何かあることを予告しているのか、それともサイコブレイク3が出るサイコブレイク3を出す可能性がある余地を残すために微妙にああいう終わらせ方にしたのか、まあ、明らかに何らかの意味合いはありそうですよね。まあ、とりあえず今回はとりあえずまあ切りがいいんで今回はここまでにしようかなと思います。まあ、次回から多分またサイドミッションがやれるのかな。それで今回はここまでにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。